繰り返します。ただいま番組を中断し、緊急速報をお伝えしています。隕石のように飛来してきた大型の未確認物体は建物を壊しつつ、現在も過疎地上方面に北進中です。明日橋では緊急非常事態宣言が出され、周囲の3区で今も避難が呼びかけられています。 始まったのか。君の言った通り、あの映画みたいに怪獣は現れて、こうして僕たちがロボットに乗って戦う、ずっと前から決まっていたことなんだ。 警告、D信号接近、攻撃圏内。声、私の声、頭に響いてくる。エイギス体制、戦闘情報処理開始。 君が関ヶ原の騎兵に乗っている。まさか先輩も A 君と同じ未来人？今はそんなことを話している場合じゃない。分かっていないようだな。そこはもう D の攻撃圏内だ。私、戦うために来たんです。でもこの操縦席には何もなくて、このロボットうんともすんとも言わなくて。時間がない。 最低限説明する。騎兵は頭で考えて操縦するようにできている。君の頭にもう一つの体がつながるイメージだ。やってみろ。できるはずだ。こうかな。うわ、動いた。何これ、頭がザラザラする。変な感じ。 脳内の生マシンによるリンクシステムだ。騎兵からの情報も直接脳へ送られる。自分の声のように聞こえるはずだ。とにかく今は戦いながら慣れるしかない。動けるか。あ、はい、歩きました先輩。もう来るぞ。さっきから視界に何か開いて邪魔なんだけど。それは兵装の表示だ。ともかく それを使って目の前のDを処理するんだ。どれが何だか分かんないけど。集中するのよ。私だって、これでどう、敵の数を。 戦闘では状況に応じた兵装の使い分けが重要となる。一箇所に集中しているならタレンソーロケット砲が効果的だ。ほうれん草で。
表示を見ろ。装備は肩だ。意識しろ。肩？これのことかな。なんとかなるわよね。行くわよ。当たった。もう大丈夫。倒せた。ウェザカ、退避できるか。背後からさっきよりも大型の D が近づいてる。どこに？上坂君、15番の後部排気システムにダメージが。僕？帰ろうぜ、十郎。芝君。どうしたよ、しけた面して。時々ふっと感じちゃうんだ。不思議な違和感。なんだそりゃ。学校も生活も何かが違うような。何の映画の受け売りだよ。千葉君は少しお調子者だけど、映画や特撮の話もできる気の合う友人だ。映画といえば持ってきたよ、借りてた映画のビデオ。昨日貸したやつもう見たのか。早いな。巨大ロボットがビル街で戦うのって興奮するよね。ジューロ好きだよな、巨大ロボ。返しとく。またいい映画があったら貸して。いいけど、すっかり映画マニアだな。ビデオ見すぎかな。そういえば最近映画のシーンを夢にまで見るし。そりゃビデオ症候群だぜ。そのうちビデオと現実の区別がつかなくなる。あったね、そういう映画。この後待ち合わせてて。もしかして、冬坂さんまた寝てるな。もう放課後だし起こした方がいいのかな。そういえば昨日見た映画、女の子がロボットに乗ってたな。寝てばかりいるし、ちょっと変わった子だ。でも彼女は僕の夢によく現れる。それで
妙に気になってる。そんなことより例のビデオレンタルあったぜ。あの映画本当？借りるんだろ？もちろん。あ、しまった。ちょっと待ってろ、すぐ戻る。シバ君は元気だな。待ってろってどこへ行ったんだろう。あの映画はマイナーで今ではなかなか手に入らないんだ。冬坂さん、起きなよ。あれ、もう授業終わったよ。クラベ君、ありがとう。よく寝てたね。私今またおかしな夢見てた。君がいる夢。え、僕がいる夢ってどん…それは…おい、まずいぜ、中郎。網口のやつ、教室にいね。あれれ、どういうこと？お二人さん、いつの間にいい感じに？違うよ。なんだよ、俺を気にせず続けろよ。ごめん、冬坂さん、また今度聞かせてよ。そうね。先に帰るね。うん、また明日。なんだよ、からかったのは悪かったけど、秘密にしてるお前も悪いじゃん。私もそろそろ行かなきゃ。それより網口だ。やつを早く捕まえなきゃ。ほんとごめん。また網口くんの家に行く気だったの？あいつんちのテレビゲームが俺を待ってるからな。だけど困ったぞ、あいつ約束しないと家にいないもんな。好きだったけど新しい教室も嫌いじゃないな。網口くんは不良っぽいところがあるけど、運動も勉強も得意で女子にも人気がある。その上彼の家は金持ちで、実質には最新のゲーム機が全部揃ってる。網口くん、いつも何か買って帰るから、まだ学校にいると思うよ。学食か。帰ろうかな。そういえば休憩時間にも学食で見たな。学食行ってみるぞ。早く準備しろ。あのクラベ君。何、沢谷さん。教卓の上のプリント、保健室の森村先生に持って行って。僕は。クラベ君、今週の終盤です。そうだっけ。プリントってこれ？そうです。お願いします。ごめん、僕行けないよ。このプリントを先生のところへ持っていかないと。なんだよ、しょうがねえな。何はともあれ、網口だ。俺は先に学食へ行く。カバン持ってけ。後で学食来いよ。失礼します。先生いないのか。プリントどうしよう。この辺に置いとけばわかるかな。ん？先生の机の上に僕の写真。何の書類だろう。
ちょっと見るだけなら。泉十郎、写真は僕だ。名字間違えてる。僕は比べなのに。症状、投薬により精神が安定、従順な性格、おおむね順調。投薬あら、クラベ君。先生、プリント忘れたでしょ。まあ、届けてくれたの？終盤の仕事だって言われたから。そう、クラベ君はいい子ね。ありがとう、助かったわ。シバ君が待ってる。学食へ行かなきゃ。そうだ、クラベ君、体の調子はどう？調子って？つまりそのドキドキしたりめまいがしたり頭痛があるとか。夜は眠れてる？なぜそんなことを聞くんですか？近頃悪い風が流行ってるから。こんな季節にですか？珍しいですね。念のために薬を出しておくわ。いえ、結構です。そう、僕はこれで。おお、まだいた。芝君、どうしたの？網口、学食にいなかったんでこっちに来たんだよ。今日はもうしょうがねえから、ビデオ屋にでも寄って帰るよ。行こうぜ。どうしたの？網口捕まんねえし、ビデオ屋も無駄足だし、つまんねえな。例のビデオは貸し出し中だけど、掘り出し物見つけたじゃない。昔の怪獣映画だろ。ダイモス対メカダイモス、74年の名作だよ。ロボットとか怪獣好きだよな、十郎。チラシで見たんだけど、今月は映画館でさ、初代ダイモスをやってるんだ。行かない？あれ何回見る気だよ。1954年公開の特撮怪獣映画、後にシリーズとなる第一作目の作品だ。義兵は反応しない。三浦君、手順は間違ってない。知り合いか？なぜ動かない？三浦君。十郎君、どうしたの？大丈夫？すごく顔色が悪いよ。気分でも悪いの？平気だ。あ、おでこのそれ光ってなかった？すまない、触らない方がいい。なんだこれ。僕の手も光ってる。まさか。どうなってるの？いけない。13番騎兵、転送。君も騎兵の。何？今の。でかっ。あそこだ。あれ、なんかあんな時にあったっけ？よかった。騎兵を呼んだのか。なんだ、少し形が。映画のロボット。バカ、何やってんだ。戻せ。送り返すんだ。あれ、僕のせいなの？沖野のコードか。強制起動できるように書き足しやがった。だけどこれまずいな。君は。仕方ない、少し忘れてもらおうか。
千葉君。